今日午前、福岡市中央区で開かれたオンラインの交流会には、福岡や熊本の牡蠣生産者などおよそ40人と、九州の花を販売しているハワイの生花店が参加しました。このイベントは、生産者と生花店が直接取引できるシステムを開発した福岡市のスタートアップ企業が企画しました。日本の花は繊細で発色が良く日持ちがすることから、ハワイでは入荷するとすぐに完売するほど人気だということです。日頃ハウスとかで農作業しているだけなんですけど、こういった場でお花屋さんだったり農家さんだったりと交流できるのはとても刺激になっていいです。やっぱり映像とかで見れるとよりなんかこう実感が湧いたというか、もっとハワイに届けたいなってなりましたね。参加者はハワイから届けられる情報に熱心に耳を傾けていました。